ペンコさんとメリーさんとの共同生活が始まって数日が経ち、僕もこの生活にある程度慣れ始めた。あれ？ペンコさんが僕より早く起きてるなんて、珍しいこともあるんですね。私を侮ってもらっちゃ困るよ、ハルー。まあ、ペンコは起きたんじゃなくて、ずっと起きてただけなんだけど、メリーはなんですぐネタバラシしちゃうかな。ネタバラシも何も、本当のことを言ったまでだから。メリー。日本には正論は時に暴論となるってことわざがあってね。その言葉自体は知ってるけど、それって別にことわざじゃないでしょ。昔から言い伝えられたってよりも、最近そういう人が増えたってイメージなんだけど。騙されないか。二人の会話は未だよくわからないけど、なんとなく仲いいなってのは僕にもわかる。まあ、何の話してるのかはよくわからないんだけど。珍しく三人で朝食を食べた後、僕は日課というわけじゃないけど、散歩に出ていた。眠い。そんなに眠たいなら、家にいればよかったんじゃないですか？いやでも、昼夜逆転してもそれはそれで面倒だから。まあ、確かに。それに、春が一人で外出中に変態にでも遭遇したら大変だから。いや、さすがに散歩するぐらいで変態に遭遇しないと思うんですけど。それに、僕を狙う物好きはいないと思いますし。自分を過大評価しすぎるのもあれだけど、過小評価もあんまり良くはないんだよ。それに季節の春とか夏は、暖かくなるから虫とか変態がよく出る季節だからね。虫はともかく、変態がよく出る季節とかあるんですね。私はあると思うよ。春先とか特にね。なんかすっごく複雑ですね。自分の名前に入ってる季節に変態がよく出るって。っていうか、なんでこんな話になったんでしたっけ？わかんない。眠すぎて頭全然回ってないし。帰ります？いや、今帰ったらすぐ寝ちゃいそうだから、もう少し散歩してく。散歩ついでにどこかで稲鳥かなんか買ってく。すごく話は変わるんですけど、僕缶とかのプルタブ系の飲み物飲むのすっごい下手なんですよね。ええー、そういう人もいるんだ。あれで飲むの下手とかってあるんだね。なんでかわからないですけど、すごくむせるんですよ。そんな他愛のない会話をしながら、僕とレンコさんは散歩を続けるのであった。散歩を終え、家に帰ってきてすぐに僕は今日の分の課題を終わらせていた。そして夕方頃に霧のいいところで終わらせ、リビングに来ると、ソファーでレンコさんが眠っていた。結局寝ちゃってるんだ。毛布とか持ってきた方がいいのかな？そんなことを考えていると、僕の後ろからメリーさんが話しかけてきた。あれ？レンコ寝ちゃったんだ。みたいですね。毛布かブランケットとか持ってきた方がいいですかね？それよりかは部屋に運んだ方がいいかもね。僕も何か手伝った方がいいですか？それじゃあ、お願いしようかしら。メリーさんとそんな会話をし、すぐにレンコさんをどうにか部屋に連れて行った。手伝ってくれてありがとうね。何かお礼した方がいい？いえ、僕は何もしてないので別に気にしなくても。僕がそう言っても、メリーさんは全く絵に介さず、ソファーに座り、隣に座ってと言わんばかりにポンポンとしている。これは従った方がいいのかな？まあ、別に断る意味もないし、メリーさんに従えばいいか。そんなことを考え、僕はメリーさんの隣に座る。これでいいんですか？ちょっとごめんね。メリーさんはそう言うと、僕の頭に手を回し、僕を横にしようとしたので、僕は抵抗することなく、されるがままの状態でいた。これって。膝枕だよ。いや、状況を聞いてるんじゃなくて、なんでいきなり膝枕なんですか？さっきはお礼って言ってたけど、単に私がしてみたかっただけなんだよね。そうですか。それなら別に僕じゃなくてレンコさんにしてあげればよかったんじゃないですか？レンコにも一回したことあるんだけど、なんかこれじゃない感があったの。でも、こうしてわかったけど、スバルくんはしっくりくるんだよね。はぁ？こういう場合ってなんて言えばいいんですかね？喜んだり、ありがとうっていうのも違いますし。普通に受け入れるだけでいいんじゃないかな。ですかね。ところで、聞いていいのかわからないんですけど。なんで僕なんですか？いやまあ、さっき答えは聞いたも同然なんですけど。私がスバルくんのことを甘やかしたいって思ってるからかな。メリーさんは僕の頭を撫でながらそう答える。あ、嫌だったらごめんね。そう言われるとものすごく嫌とは言いづらいな。まあ、別に嫌だとかは思ってないんだけど。なんだかな。いや。ではないので。大丈夫です。それならよかった。スバルくんって普段しっかりしてるから、全然私やレンコに甘えたりしないから。そういうのが苦手なんだと思ってた。あって数日の人たちにどう甘えろと。一応言っておきますけど、僕これでも高校生なんですよ。ちゃんとわかってるよ。自分で言うのもあれですけど、高校生って色々と多感な時期なんで、甘えるってのは。まあまあ、とりあえず今は私のわがままに付き合ってると思って我慢して。ね。それなら。まあ、わかりました。
その後もしばらくこの状況が続き、僕はいつの間にか眠ってしまった。あれ？寝ちゃってた。おはよはる。気持ちよさそうに寝てたね。蓮子さん、寝起きですぐには頭が働かなかったけど、少しして眠る前のことを思い出し、僕は飛び起きる。ごめんなさい。僕寝ちゃって。気にしなくていいよ。それにしても結構熟睡してたけど、そんなにメリーの膝枕良かったの？返答に困る質問はやめてください。減るもんじゃないし教えてよ。あんまりスバルくんを困らせないの。へえ、それじゃあ、私は夜ご飯作るね。なんですか？いや別に。私にはツンケンすること多いけど、メリーには甘えるんだなーって思っただけだから。別にそんなんじゃないですって。ま、なんでもいいけど。っていうか、二人に寝顔とか見られてたんじゃ。恥ずかしい。